皆さんこんにちは、岩田まわりです。イエーイ。はい、糸田好きです。もう今好きになってきました。好きになってきましたよ、糸田がね。え、今日も糸田について私は学べるんですか？いや、今日も学んでいこうと思ってますよ。はい、糸田町でやることはもうこの前分かりましたよね。はいはいはい、糸田町ではない。そうなんです、申し訳ございません。糸田町ですからね。はい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 。で、まあ、あれですよ、岩ちゃんがこう就任していただいた岩田町を勝手に、うん、岩田町ですか？糸田町ですよ。そうですよね、糸田町を勝手に応援したい、うん、糸田町ですからね。糸田町ですか、ね。はい、糸田町を勝手に応援したいの、はい、糸田の方でね、はい、いろいろとこう段取っていただいている事務局長の金子さんをですね。金子さん、金子和友さんです。お、僕もいろいろお世話になってまして。あ、そうなんですね。はい、今ぜひともちょっと今回出演していただきます。おっと、もうだって道の駅糸田たぎり、そうです、いろいろ学んできましたけど、はい、なんかもう少し掘り下げて、うん、ちょっとなんかもうぶっちゃけちゃんと言うていこうよっていう。あ、でもそれでもっと意図が知れますからね。そう、うんうんうん、嬉しい。今日事務局長の金子さんに、金子さんつながってますもん。おっと、呼んでみたい。はい、金子さん。はい、わ、金子さんどうもです。ご無沙汰してます。どうもこんにちは、金子さんですよ。わ、もうなんか V のネック、うん、もうあれニットですよ。まあ、もうそれが金子さんです。さすがや、本物ですね、金子さん。本物ですね、金子さん。本物ですね、金子さん。本物ですよ、金子さん。どういうことですか？ですよね。あの、そりゃ全然意味はなかったです。いい、はい、すみません。金子さん、お願いします。お願いします、金子さん。はい、今日は忙しいとこありがとうございます。ありがとうございます。あの、金子さんって糸田町の人でしたっけ？うん、ね、隣の田川市の生まれ育ちなんです。田川で生まれてるんですよね。あ、そうなんですね。そうですよね。糸田じゃないんだ。田川って言ったらもうね、あの田川市郡みんな指して田川って言う人が多いんですよね。はははは、田川市だけじゃなくて、うん、あの糸田町もなんか大きな括りで言えば田川なんですよ。へー、あ、そうなんだ。大きな括りで言うとね。そうです。でもやっぱあれなんですか、こんなこと言うのもなんなんですけど、やっぱ田川の人は糸田町のことをバカにしてるんですか、やっぱり。え、それはないんですか？ないんですね。バカにはしてないですね。バカにはありません。糸田町にしばらく住んでたこともあるので、ね、やっぱりそういうことですよね。優しいです、うん、え、田川ってそれなりにでかい町ですよね、うん、そうですね。糸田町が8500人で、田川が4万、高橋が4万、4万いたらまあね、それはそれは、ね、4万人すごい多く感じちゃいます。あの、金子さん本当に今回いろいろとね、あの糸田町のこと段取っていただきましてありがとうございます。もうございます、うん、はい、あの岩ちゃんにもね、いろんな人と会ってもらったりとか今してましてね、うんうん、そうなんです。あの、徐々にあの糸田町のことが分かってきたかなと思いますよ、うん、うん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 、はい。だからまあちょっといろんな角度で本当にぶっちゃけトークさせていただければなと思うんですけどね。金子さんぐらい情報量をこう、あの上げていきたいんで、私も糸田について。はい、伝授します。あ、お願いします。これでもあの皆さんに話聞くとね、糸田町ってやっぱりこう人があったかいとかね、そう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 、あの、いや、もちろんそれ本当やと思うんですよ、うん、めちゃめちゃ人のあったかさ感じるし、うんうん、あの、自然も豊かでとか、まあ、星が見えたら綺麗とか、まあ、いろんな話あったんですけどあの、それこそ本当にあの、まあ、近くにの田川とか住んでらっしゃって育ってらっしゃる金子さんからすれば、糸田町ってどういう印象なんですか？うん、そうですね、まあ多分もうみんな言ったと思いますけど、すごいちっちゃい町なんですよね。あの、8キロ平方ってちょっとほんまにちっちゃいですもんね。そうなんですよ。で、そこに8500人ぐらいが住んでるんで、まあまあ、あの、田川としては人口密度も逆に高い町みたいな。人口密度的にね。田川で言えばですね、田川で言えばね、うん。で、まあ、だから、外側をこう、糸田町の境界ぐるっと回っても12キロぐらいしか多分ないと思うんですよ。なるほど。だから、1日あれば歩いて、外側をぐるっと人が回れるぐらいの。糸田町一周できるってことですね。マジか。それ聞いたらなんかち、この大きさがなんとなく分かりますね。そうね、本当に小さい町なんですね。ですね。そうですね。だからマラソンの速い人とかだとね、本当30分ぐらいで。うわあ。もうそんなんめっちゃすぐじゃないですか。そう思ったら。これ
なんかやっぱりあの多賀という地域でやっぱりこう交流とかもあるんですもんね、やっぱり。そうですね、まあもう本当に多賀支部含めて皆さんやっぱ多賀っていうからですね、でそれぞれやはり多賀市を中心に、まあ、地域が出来上がっているので、皆さんそれぞれやっぱり行き来もありますし、市役所とそれぞれの役場とかもやっぱ連携したりとかしてることもたくさんあるし、観光協会もあの多賀市郡で一つの広域の観光協会があったりします、ね、どんな感じです、あの糸田町一言で言うと、やっぱり不明みたいな、まあ、あと、まあ、僕たち世代、まあ、若い世代の方はちょっとあんまり分かんないかもしれないですけど、糸川町といえばやっぱ井上陽水の育った町、いやー分かります、そうそう、糸川町であの、大学に行くまでは糸川町でもいた感じが、ね、大学に行くまでいらっしゃったんですね、結構でもそれ、ね、高校生から長い、小中高、すごい、で大学は高校の方に行かれたかな、陽水さん知ってる、陽水さん知ってますよ、井上陽水あんな有名ですからね、それすごいですよね、え、なんかどうだったら、はい、糸田町は夕方になって5時になると、あの井上陽水さんの曲がかかる、いや、ね、流れる、なんかいいそれあと公園に陽水さん の, あの歌詞、あの歌の歌詞を書いた石碑があったり、陽水さん推しじゃないですか、うん、陽水推されてる、僕ら世代は糸田町ってどんな町って言ったら井上陽水のふるさとだっていう言い方しますね、でもそれだけで結構井上陽水さんのファンとかもさ、こう訪れてきそうちゃいます、ね、聖地巡礼みたいな、そう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 、それもありそう、でもね、まあ有名な曲とかもあるからね、うんうん、もしかしたら糸田町を想像して書いた曲もあるかもしれない、ね、うん、確かにそうですね、え、なんか糸田って、うん、なんかそう今お話を聞いていたらちょっとぶっちゃけこうやっぱそのまあ一言で表すと田舎っていう感じじゃないですか、うん、のどかでみたいな、うん、なんかそれを聞くとすごいなんかこうおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じがなんかこうイメージがつくんですけど、こう小学生とかその若者、私みたいなこう20歳とかそれより下の小中学生とか、そんなもういっぱいいるんですか、そのなんかこう何人みたいなクラス、大体何人ぐらいみたいな、めっちゃ気になります、それ。子供はやっぱりご多分に漏れず少ないですね、高齢化率がやっぱり高いので、だから小学校も一つ中学校も一つっていう、すごいまあコンパクトな役場からどっちも歩いてで、どれぐらいかな、もう本当に10分もかからないところに中学校もあるので、そういう公共施設がこうやっぱり真ん中にギュッと集まってる、ギュッと集まってるんですね、へえ、なんかだって私の母校とかは一クラス40人とかこういたんですよ ね,、まあ、いるでね、の7クラスとか8クラスみたいな感じだったんですけど、もうなんかこう少人数って感じなんですかね、そうですね、昔はね、ただもあの炭鉱あるあった時代、はい、50年以上前の話なんですけど、やっぱり学校によっては10クラスとかあって、1000人以上いるこうマンモス学校みたいなのがたくさんあったんですよね、まあ、炭鉱の町ですもんね、町に住んでは分かんないですけど、多分糸田町の小学校中学校も多分そんな感じだったんじゃないかなと思います、へえ、そうなんだ、やっぱり炭鉱も石炭もなんか今も掘ってられるんでしたっけ、あの多賀の橋でも、多賀は石炭を掘ってたのは昭和40年代前半ぐらいまでで、多賀町ももうその炭鉱を掘ってた後は、住宅地になったりとかいろいろもうやってるんで、石炭を掘ってるっていうイメージの場所ってもう今ほとんどないですね、そうかそうか、まあでもまあ、あの良き時代をね、ね、あの体験した自治体であるってことですよね、うん、あの観光時代って本当にあのアメリカのゴールドラッシュじゃないですけど、あそこの石炭掘ってる田川に行けば白いご飯がたくさん腹いっぱい食べれるっていうので、ね、いろんなところから田川に集まってきてるので、うん、そういったなんだろう、あのよそから来る人を受け入れるこう文化っていうのがやっぱりずっと脈々と受け継がれてるので、うん、多分みんなが言ってるんじゃないかなと思います。なんかこうフランクな土地柄みたいな食べ物を、こうね、くれたりあげたりとかするか、そういう言ってましたね、みんな家族みたいな、そういうことか、そういう歴史があるのかもしれないですね、すごい
なんか素敵。石炭って掘れるって分かるでしょ。掘るって分かるでしょ。石炭を掘る。石炭を掘るもんやから。ああ、埋まってるんですか。埋まってんねん石炭。それをこうやって。そう、ね、まあ手作業ではだけではないですけどね。まあ、昔はだからほら電気とかなかったから。はいはい、そうですね。石炭がエネルギーとして使ってたんですけど、だから蒸気機関車なんかは石炭入れて走ってた。そうですか。そうそう。なんか私が石炭って言ってこう、ごめんなさいね、今話めっちゃ分かってる感じで聞いてましたけど、うん、全然ね、頭で思ってたの、うん、あのバーベキューの時にやる炭ね。あれは違う。それは炭。違う。それは木をなんかこうちゃんと加工じゃないか。ちゃんと焼いて。ああ、私頭はあれでした。あれは炭。金子さんすいません。なんか分かってるふりしちゃった。石の炭やから。あ、そうか。あ、そうか。でもね、まだ何個あって。石炭たくさん地下に埋まってて、もともと埋まってる埋蔵量の2分の1ぐらいしか。あ、まだあるっていうことですね。そう、だからもう結構深いところに石炭の層があるので、高輪市内だと300メートル400メートルぐらい地下の層の石炭を掘ってたんですよ。なるほど。やっぱりね、石油にはそのコストの面で勝てなくなったので掘るのをやめちゃったんですけど、まだまだ掘ろうと思えば、コスト度外視で掘ろうと思えば、相当な量の石炭が私たちの足元にまだ眠ってる。うわ、まあでもあれですよ、あの岩ちゃん、はい、こう今ちょっと僕も聞いて思ったんですけどね、うん、こうやっぱ石炭の町として栄えてた時代があったから、はいはいはい、やっぱりその要は外部のものをこうシャットアウトしない文化っていう、そうですよね、ウェルカムの文化が根付いたりとかするから、こうやっぱ人柄のあったかさがあったりとか、うん、ご飯をね、この湯とか食べ物をなんか分けてあげるとかね、うん、すごい優しい。例えばこうホルモン鍋なんか多分そうじゃないですか、うん、この要は安くてうまいというか、うんうんうん、そういう食文化が発達したからホルモン鍋なんかもできたんじゃないですかね、金子さん。いいこと言う、はい、そういうことでしょ、うん、確かに。で、炭鉱で働いていた人たちが住んでたのは4軒長屋とか3軒長屋で、こう隣とこうくっついた家だったんですね。でそういう時にその長屋の前で七輪を家族だけじゃなくて同じ長屋の人みんなで囲んだりしてるので、炭鉱で3交代とか2交代とかで山に入ってる人たちがいたの で夫婦で入ってる人たちとかもいたんですよ。そうすると子供の面倒を隣の人が見てあげたりとか、あ、なるほど。でさっきその長屋で醤油 その貸し借りやったりとかですね、ご飯の貸し借りやったりとか、多分いろいろそういうところで、お互いをこう支え合うっていう、そういう文化がですね生まれてたんじゃないかなと思います。なるほど。やっぱりね、あるんですね、そういう土地の歴史を聞くとね。糸だいい、そうですね、めちゃくちゃいい。あのね、ちゃんと持って、まあ、そういう